三河大塚駅は愛知県蒲郡市大塚町丹生にある東海旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は CA45。運行形態の詳細は東海道線を参照。当駅は蒲郡市の東の玄関であり、観光リゾートラグーナテンボスの最寄り駅である。ラグーナテンボス利用客輸送のため土曜、 休日の上り新快速のうち午前中3本のみが停車する。当駅は海水浴客のための夏季営業の仮停車場として開業したが、地元からの請願により通年停車の常設駅に格上げされた。東海道本線としては、東田五野浦駅開業以来10年ぶりの常設駅となる。また、東海道本線の常設駅を一つの市で三つ持つのは、 当時は名古屋市と鎌郡市の西のみだった。1988年に旧駅舎が老朽化のため改築が行われた。2004年にはホームと列車の段差を解消する笠上げ工事が行われた。2005年7月20日、駅舎新築及び地下通路の大幅な改造が完了。2005年8月29日、 駅前のバス停及びロータリーの改装が終了し、駅前広場に欅の木が植樹された。ロータリー中央には平家駅30周年記念碑が設置されている。かつては海水浴客のための臨時改札口が存在したが廃止された。上りホームには釜堀東高校の生徒専用の簡易な改札口があったが、現在は廃止された。駅舎建て替え、 駅前ロータリー整備に伴い、これまで改札内にあったトイレは改札外に新築され、蒲氷市の管理下に置かれている。桜の木がホーム及び駅周辺にあったが、ホーム傘上げ、駅舎新築、駅前ロータリー改良により伐採され、一部を残すのみになった。ラグーナテンボ室の愛各種イベントの利用客増加に伴い、2019年8月に、 臨時改札を新設。混雑時は、通常の自動改札に通路に加え臨時改札位置、通路が開設される。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅。駅舎は地上にあるが、北側に向かって標高が高くなっているため線路は高い位置を通っている。南側に駅本屋があり、上り線と下り線のホームは地下通路でつながっている。 当駅の名古屋方で東海道新幹線をオーバークロスしている。ガマ駅が管理する無人駅である。ラグーナテンボス大規模イベント時のみ駅員が派遣される。駅舎内には自動券売機が1台、簡易型自動改札機が2台設置されている。改札外に多機能トイレがある。また、ラグーナテンボス内大規模イベント時の混雑緩和のため、 臨時改札口が設けられてる。ガマの統計によれば、近年の1日平均乗車人員は、以下の通り。ラグーナテンボス海洋中東教育学校ガマ市立大塚小学校、大規模イベント時やガマ駅周辺で、交通規制がある場合は、ラグーナテンボス無料シャトレバスの発着地が、ガマ駅から三河大塚駅へと変更となり、駅ロータリーより、 無料シャトレバスに乗車できる。ラグーナテンボス開業までは、駅ロータリーに、路線バスは乗り入れず、大塚駅前停留所が最寄りであった。かつて、豊橋駅前引く前芝丸山三河大塚駅、蒲氷駅前片野原駅前西の浦温泉へ行く、バス路線があったが廃止になっている。ありがとうございます。